北海道コンサドーレ札幌対鹿島アントラーズ、こちらをご覧いただきます北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北澤さん、352のシステムでチームは今日来ているようなんですが、はい、これボランチはどう見ればいいんでしょうか。ボランチはかなりカバーリングとしては必要になりますよね。サイドがどうしても上がっていくので、サイドのオープンになったスペースをカバーしなければいけない、でなおかつ3バックの引っ張られたところのスペースに戻らなければいけないということがあるので、穴を埋めてショートですね。上げる、キーパー弾く。小柏、ここは守備の対応。知念、鈴木、さあ左へ預けて、今日はこのまま0対0で折り返すのでしょうか。田中、駒井、浅野、大きく前線へ、シュート、ゴールコンサドーレ。前半のアディショナルタイム、スコアが動きます。マークを外す動き、落ち着いたフィニッシュ、素晴らしいゴールでした。ラストパスからフィニッシュまでの流れが素晴らしかったですよね。時間にすると本当何秒もないような一瞬の判断なんですけど、お互いのイメージがぴったり合った見事なゴールでしたよね。ちょっと今のはディフェンスはなかなか対応しきれないですよね。